お世話になっております。マサルです。今回はファイル検索をするコマンド、find と locate についてそれぞれの違いと基本的な使い方を一緒に勉強していきましょう。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。皆さんは日頃パソコンを使っていて、使いたいファイルがどこにあるかわからなくなることありませんか？ Linux の CUI 環境でも使いたいファイルがどこにあるのかわからなくなることがよくあります。そこで役に立つのが今回勉強するファイル検索コマンド find や locate です。ファイル検索コマンドを使うことで利用したいファイルを素早く見つけることができます。先にそれぞれのコマンドがどんなコマンドなのか簡単に説明しますね。find はファイルやディレクトリをリアルタイムに検索するコマンド。locate はデータベースを利用して高速にファイルを検索するコマンドです。今回も一つずつ一緒に勉強していきましょう。なお、今回もキラーコーダというサイトを使って実際にコマンドを試していきます。キラーコーダの使い方はこちらの動画で説明しているので参考にしてみてください。それでは最初は find コマンドから始めていきましょう。例えば皆さんが Linux の仕事を任されることになって作業手順書の中に sshd_config ファイルを編集するという記載があったとします。そこでまずは sshd_config ファイルがどこにあるのかを探す必要があります。日頃 Linux を触っている方はこのファイルがどこにあるというのは覚えていると思いますが、 Linux 初学者のうちはどこにどんなファイルがあるのかいまいち分かりませんよね。そんな時に使えるコマンドが find コマンドです。まずは find コマンドを使って sshd_config ファイルを探してみましょう。それではキラーコーダを使って find コマンドを試してみたいと思います。まずは自分の作業ディレクトリを確認しておきましょう。自分の作業ディレクトリを確認するコマンド、皆さんもう覚えてくれましたか？このコマンドは pwd プリントワーキングディレクトリですよね。pwd コマンドの結果スラッシュルートと表示されています。このスラッシュルートという表示はスラッシュがルートディレクトリを表していて、ルートディレクトリの中にあるルートという名前のディレクトリで作業していますということを表しています。ちょっとややこしいのでこちらの図を見てイメージしていただきたいのですが、スラッシュルートというのはルートディレクトリの中にあるルートという名前のディレクトリで作業していますという意味です。では作業ディレクトリが分かったので find を使ってsshd コンフィグファイルを探してみましょう。今回は find-name シングルコーテーション sshd アンダーコンフィグシングルコーテーション、このようなコマンドを使って sshd コンフィグファイルを探します。このコマンドの意味は find がファイルやディレクトリを検索するためのコマンド、 -name は名前を使って検索をするためのオプションです。というのも find コマンドは名前以外にもファイルサイズや更新時間などをもとにファイルを探すことができます。今回はファイル名で探すので -name と指定しています。じゃあどんな名前で探すのかというと sshd_config という名前のファイルを探してくださいと指定しているわけですね。ちなみに名前をシングルクォーテーションで囲んでいます。これはシングルクォーテーションで囲まれている文字を文字として理解してファイルを探してほしいという意味になります。シングルクォーテーションの使い方は別の動画で説明するので、この動画では検索したい文字をシングルクォーテーションで囲むということだけ覚えておいてください。では前置きが長くなりましたがコマンドを実行してみましょう。find name sshd config こちらのコマンドを実行すると何も結果が出力されません。これは検索対象のファイルが存在しないという意味です。キラーコーダの環境でhands-onをしている方は sshd_config というファイルはどこかにあるはずなのですが、うまく探すことができていませんね。どうしてうまく検索できなかったのか、皆さんは分かりますか？それは検索対象を指定していないからです。最初に pwd コマンドで作業ディレクトリを確認しましたよね。その結果、スラッシュルートという表示が出てきて、ルートという名前のディレクトリで作業していることを確認しました。find コマンドは検索対象を指定しない場合、現在の作業ディレクトリを検索対象にします。つまり今のコマンドは find コマンドでルートという名前のディレクトリの中に sshd_config という名前のファイルはありますかというコマンドになっています。その結果、ルートという名前のディレクトリの中には sshd_config という名前のファイルは存在しないよという結果でした。では、find コマンドを使ってシステム全体からこのファイルを検索したい場合、どうすればよいのかというと、find の後ろにスラッシュルートディレクトリを指定します。スラッシュで表すルートディレクトリは特別なディレクトリで、全ての情報が収められているディレクトリです。こちらの図に書いているようなイメージですね。ルートディレクトリの中に全ての情報があるので、検索対象をルートディレクトリにすれば、全ての情報の中からデータを探してくれます。では、コマンドを実行してみましょう。find コマンドの後ろに検索対象としてルートディレクトリを指定します。このコマンドは sshd_config という名前のファイルがルートディレクトリの中にあるのか find コマンドで探してくださいというコマンドです。それでは実行してみましょう。実行すると無事に sshd_config のファイルを見つけることができました。もしファイルをシステム全体から探したい場合は、検索対象としてスラッシュルートディレクトリを指定することでシステム全体から探せることを覚えておきましょう。それでは次にlocateコマンドです。先ほどの find コマンドがあればファイルを検索することができるのですが、似たようなコマンドでlocateというコマンドがあります。これはデータベースを利用して高速にファイルを検索するためのコマンドです。先ほど find コマンドを紹介したときに、ルートディレクトリを検索対象にするとシステム全体から探すことができますとお伝えしましたが、ルートディレクトリを検索対象にすると全てのディレクトリを確認しなくてはいけないので、検索に時間がかかってしまう場合があります。検索時間を短くしたい場合はlocateコマンドを利用するという方法があります。locateコマンドはデータベースを使ってファイルを検索します。find はfind コマンドが実行された時にリアルタイムにディレクトリの中を確認していって検索をしてファイルを探します。しかしlocateコマンドの場合は事前にファイルの存在をデータベースで管理しています。その結果、 find コマンドよりも高速にファイルを検索することができます。この2つのコマンドの違いが少し難しく感じますが、本屋さんで想像してもらうと分かりやすいです。find コマンドは目視で本を探す方法、locateは検索システムを使って本を探す方法です。皆さんが本屋さんで目当ての本を探すときに、目の前にある本棚から探していくのは大変ですよね。先ほどお話ししたfindコマンドはまさに目の前にある本棚から片っ端に調べていくコマンドです。一方、locateコマンドは本屋さんに用意している検索システムを使って目的の本を探すようなイメージです。locateコマンドを使った方があっという間に探せるイメージがつきますよね。それではlocateコマンドを使ってファイルを探してみましょう。それではlocateコマンドを使って先ほどと同じように sshd_config という名前のファイルを探してみたいと思います。locateシングルクォーテーション sshd_config、 こちらを実行します。するとlocateというコマンドが見つかりません。apt-install plocate というコマンドでインストールできますよというメッセージが出てきました。このメッセージはシェルからのメッセージです。シェルというのはターミナルからのコマンドを受け付けてくれる係でしたよね。ユーザーからロケートコマンドを使ってくださいという要望が来たので、シェルはロケートコマンドを使おうとしたのですが、ロケートコマンドが準備されていなかったようです。なので、ロケートコマンドを使いたいならインストールしてくださいねというメッセージが表示されているわけです。インストールについては別動画で説明するので、今回はシェルに言われるがままのコマンドを実行してインストールをやってみましょう。apt install p ロケートコマンドを実行します。コマンドを実行すると、しばらくすると、このコマンドを続けますかというメッセージが出てくるので、Y、イエスと回答します。しばらく待つとインストールが完了します。それではインストールが完了したので、再度ロケートコマンドを試してみましょう。ロケート sshd_config を実行します。すると、いくつかのファイルが表示されました。このようにロケートを使って探しているファイルを探すことができましたね。ところで、先ほどの find の検索結果と今やってみたロケートの検索結果が異なることに気がついた方もいると思います。ロケートコマンドは名前が部分的に一致している場合のファイルも探し出すことになっています。なので sshd_config.d このようなファイルも検索対象として含まれているわけですね。ここまで Find と Locate について勉強しました。この2つの違いについてもうちょっと詳しくお話ししていきます。2つのコマンドの違いは、先ほど本屋さんの例でお話ししたように Find コマンドは一つ一つの本棚を探すようなコマンド。なので検索対象が多すぎると検索完了までに時間がかかってしまう場合があります。一方、Locate コマンドは事前にファイルの情報を管理しているデータベースを利用して検索をするので、あっという間に目的のファイルを見つけることができます。じゃあ、全部ロケートコマンドの方が良いのではということになるのですが、ロケートコマンドにもデメリットがあります。それはデータベースをアップデートしないと最新情報を使って検索することができないというものです。これも本屋さんの例で考えると分かりやすいです。本を新しく入荷した場合、その本を検索システムに登録しておかないと本を検索することできませんよね。ロケートも同じようなことが起きます。試しにキラーコーダを使って新しく作ったファイルを検索してみたいと思います。それでは試しにタッチコマンドを使ってmasal.text という新しいファイルを作ります。そしてロケートコマンドを使ってこの masal.text を探してみましょう。ロケート masal.text を実行します。その結果、何も出力されません。これは masal.text に該当するファイルがないことを意味します。しかし find コマンドで探すとどうでしょうか。しっかりファイルを見つけてくれますよね。find コマンドはリアルタイムにファイルを検索してくれていますが、ロケートは最新化されていない古いデータベースを参照しているので、このような結果になっています。じゃあ、ロケートコマンドでどのようにしたら新しく作ったファイルも探せるようになるのかというと、データベースを最新化する必要があります。それでは、データベースを最新化してみましょう。データベースを最新化するコマンドは、updatedb というコマンドです。こちらのコマンドを使ってデータベースを最新化します。最新化した後にロケートコマンドを使って、masal.text を探してみるとちゃんと出てきましたね。今見ていただいたようにロケートコマンドは updatedb コマンドでデータベースの情報を最新化しておかないとファイルが探せないということがあるので注意しておきましょう。それでは最後に穴埋め問題を使って理解度をチェックしていきましょう。今回は2つのコマンドの基本を一緒に勉強しました。ファイルやディレクトリをリアルタイムに検索するコマンド。こちらのコマンドは何コマンドでしょうか。正解は find コマンドです。次のコマンド、データベースを利用して高速にファイルを検索するコマンド。こちらのコマンドは何コマンドでしょうか。正解は locate コマンドですね。そしてこの2つのコマンドの違いも説明しました。find はリアルタイムに検索するので今の状態がわかりますが、デメリットとしては検索時間がどうなってしまうことが多いでしょうか。find はデメリットとして検索時間が長くなりやすいという特徴があります。一方、locateコマンドはデータベースを使って検索するんですが、利用するデータベースを最新にしておく必要があります。では、locateで利用するデータベースを最新にするコマンドは何コマンドでしょうか？正解は updatedb コマンドです。locateはデータベースを最新にしておく必要があるので注意してください。皆さん、全問正解できましたか？それではエンディングです。今回はファイル検索コマンド find、locate について一緒に勉強しました。find と locate は似ているので混乱しやすいところですが、比較して考えると理解しやすかったですよね。find はリアルタイムにファイルを探すコマンド。デメリットは検索対象が多いと時間がかかってしまいます。locate はデータベースを使ってファイルを探すコマンド。デメリットはデータベースの状態によってファイルを検索できない可能性があることです。しっかり覚えておきましょう。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で勉強するのが孤独、質問できる環境が欲しい、職場以外の人ともつながりを作ってみたい、そんな方におすすめのオンラインコミュニティになっています。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、Discord と YouTube のアカウントを連携すると参加できます。こちらは2025年5月のスケジュールです。Linux の勉強会はもちろん、CCNA の勉強会、さらに英語、ペン字、キャリア相談会など様々なイベントを用意しています。気になる方はぜひお気軽に参加してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。